お司会は、江戸時代中期の浄土宗の僧。京主門家。江戸増上寺法書院旧世絵画を得意とし、服部南角等と交流があった。元六九年生まれ、江戸の人。父の命で絵志望に画業を学んだ。絵志の娘に好意を寄せられ、乳母や結晶を通じてアプローチされるも、これを拒絶し続けたところ、娘は病んで死去し、 安頓の影や枕元に精霊として現れるようになったため、出家を決意したという。教法初年頃、両親の反対を押し切って、増上寺の諸学者を当たるも、多くには、まだ若いとして断れたが、鉄線和尚に熱意を認められ、提発、受戒し、お司会の号を授かった。その経緯が、細川優高正室清涼院の耳に入り、その援助を受けながら、仏教、宗教、 同教書を読みあさり、同じ頃、服部南閣とも交流して、漢学を学んだ。光明信言義記を義書と論じる教法を3年間、光明信言義記弁乱を読んで感銘を受け、その著者系首に指示した。高志首が、東馬曼荼ラについて抗議する際、諸本の移動について疑問を呈したため、漢方3年奈良に伝来する、平安時代中期頃の作品を入手し、 元響2年には、諸本調査のため髪型に旅だった。民情が、山水画の着想を終えたという東福寺を訪れることも、旅の目的だった。5月15日に上山大間寺を訪れて、東間曼ダラ4本を調査した後、京都に戻り、6月23日前林寺本を、廃観。7月15日大雲院、義援流から、東間獣新曼ダラ延期を授けられ、 源の新作と伝わる30本以上を調査した。8月東間寺を再放し、北宝院、恵恩法院から変装の秘伝を伝授された。東間寺マンダラ道図市内の文記本は、損傷が激しかったため、義産・聖武による状況4年本への掛け替えを提案し、10月地音院、入信院で、エブシ、ホラゲンに修復を依頼し、 原本になかったと思われる禁令を除去した上、延響三年二月寿市内に安置された。延響年間、増上時間寿、両発の命で、法末院院寿となり、寒家のイ倉クラ天満宮の社殿を改築した。寒延元年八月二十五日、高志首の臨重にあたり、終始の安心、訪問の趣きを伝授された。法暦二年増上寺末浅草清光寺に、 伝栄心創図作阿弥陀如来座像を寄進した。法暦8年頃、成立、当時売、法暦評判期に絵師として掲載され、絵の技量を評価される一方、純筆量の高さを皮肉られている。法暦9年8月、細川郷理性室制限委主催の細川雄祭150回追前か、むしろに参加した。法暦十一年夏軽い病にかかって、以来病状が悪化し、 6月17日に死を向いて、念仏しながら入学し、浅草柴崎長生のボリンに葬られた。昭和2年時は、世田谷区カラス山寺町に移転し、墓は、墓地作用部に現存する。大様純泉寺門、有山道画不動場を壁に飾り、冬には航路、夏には香水を備えた。千珠観音の申し子として、自らも千珠観音を熱く敬った。 物具を異なる目的に流用することを嫌い、もし弟子が誤って流用すれば、その物具は二度と用いなかった。イークラ天満宮を改築した際、ある人が、旧部材を買い取って、町内の天満宮の部材に用いたいと願い出たが、これを許さず、新社殿の側に放置して腐らせたという。古物を収集し、京都では秘物を見るために、賄賂も辞さなかった。 三十年間使用していた寺男が酒好きで、これを捨てておいでと命じると、容器ごと捨ててくるなど抜けたところがあったが、愛嬌として受け入れていた。霊源寺中寺が、お司会の下を訪れ、盲念をどうしても払拭できないと相談した。お司会は、眉ひぬる心の外に道も、なしと念仏して帰るよう助言した。病気がちで、訪問客があるたびに疲労困憊していた。食もく、 こうのもの、納豆等を好んだ。蘭、梅の木画のほか、天書、印象を得意とした。人の依頼を断らず、部屋には常に絹や石が溜まっていたが、ある時大名の来訪を受け、主席で石画を求められた際には、長絵師のすることだとして断った。高し首の影響で戒律を重視し、毎月十五日都合森に不殺を行い、しばしば増上時間中、大僧上も参加した。 京都では、多くの構想に支持し、立儀を重んじて、六物諸書,書、教会議、天台会所について抗議したほか、密教に入信して18道を収めた。毎年12月13日、江戸ですす払いが行われる、日には無限案で、総人会を催し、服部南閣、佐都市両、曇り会、木山等が参会し、外部からは、党延名が絵を訪ねた古事になぞらえて、 土山島社種とも名付けられた。このほか、本田正氏と秋元昭久園、石島筑波、劉総理、木山、昇水、海運、太宰春代等と交流があった。ありがとうございます。